これはですね、快感な男スポーツあるある、スポーツあるあるとのことですが、やっぱり最近盛り上がってるスポーツといえば野球、それも特に甲子園ですよね。昨年の夏はすごかったです。というわけでカモンさんの小市民の入れ物に入れて甲子園あるある作ってみました。あ、そうですか。歌いましょうか。こういう提案も面白いね。春と夏には日本人は誰もがみんな、ああ甲子園。普段は野球を見ない人でも夢中になってしまう、ああ甲子園。プロ野球ではありえないような大逆転が起こる、ああ甲子園。未来のメジャーリーガーもまずここで名を挙げる、ああ甲子園。地元の高校が敗れると地元から近い順にどんどん応援していく。勝った高校は並んで校歌を斉唱し、負けたら土を持って帰る。たまたまハンカチ持ってただけで王子になれちゃう甲子園。なるほど、他にも球場ができたのは60年に一度の、え、コート、ね、根の年で、あ、え、コート、こう、コートね、ね、ね、こうはな、猿か、猿とねか、えとの、ああ、そうだね。それで甲子園なんや。詳しいね君。収容できる観客数は5万3000人。なんかお前、ウィキペディアかなんかで調べたやろ。ツタの数は43本。え、なんの、え、なんの、は？なんか何の面積、畳8000畳分、ホームベースからポールまでの距離は両翼96メートル。あ、なんか面白ないやめて、こんなこんな豆知識歌にしても調べたんやろうけど。タイガース資料館、野球の神様ベーブ・ルースの記念碑もある。名物はカチ割り、巻き寿司、甲子園カレー。僕高校の時カチ割りと寿司とビール売ってましたから、スタンドで。あとは50年前坂東英二が延長18回投げ切った伝説の甲子園。まあいや甲子園はね、球場の中でもやっぱ独特ですわね。まあ野球、それあと野球見たことあるか、球場に。どこ行ったん。僕はマスカットスタジアムっていう、あ、岡山のね、あ、プロ野球、プロ野球です。あとグリーンスタジアムっていう、神戸、神戸ですね。あ、神戸の。それ松山が坊ちゃんスタジアムや。そうなるんですか。そうや。いろいろなんか最近いろんな、まあ、球場も名前をね、だってヤフーな、なんとかスタジアムやろ。あ、あります。博多は、うん、ちゃうか。ヤフー。ヤフー。ヤフーにですね。ヤフーか、あれ。ヤフー。ソフトバンク。ソフト。え？ヤフーもあります。あ、どっちもありますよね。あ、そう。あ、まあ、野球全然わからへんね、俺。ごめんな。全然わからへんね、なんかな。はい、いろいろ甲子園のアルプススタンドの名付け親は岡本太郎画伯の父である。あ、そう、一平さんか。銀笠の名付け親は岡本太郎。銀笠って何のこと。銀笠、銀笠、ここにも書いてあった、甲子園の。うーん、銀笠。あ、甲子園のバックネットラインにある大きな銀色の屋根。あー、あるある。あ、こう勝ち割り売れへんね、太陽当たらへんから。少ないですか。少ないね。甲子園ダフエのおばちゃん怖かったね。あ、福岡はヤフードームや。スカイマークスタジアムっていうのは、あ、今グリーンスタジアム神戸は今スカイマークスタジアム。変わったんですか。名前変わったね。名前はほんと CC レモンホールとかもそうやけどさ、あ、味の素スタジアムはあれ調布かどっかにあるやつやな、確かな。分からんで、これどないですか、これ。ソフトバンクイコールヤフー。あ、そうですか。あ、まあまあ、それはいいとしまして、はい。まあ甲子園はやっぱりいいですね。まあ僕は特にやっぱり甲子園でバイトしてギターを買ったっていう思い出がある、思い入れがありますけども、